はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のいろいろな数列の和丸1をお送りします。で、最初にですね、ちょっとお詫びと、まあ、あとね、感謝の思いもあるんですが、実はこの動画先週の土曜日に一度アップしました。で、アップして消させてもらったんですけど、なぜかっていうと、右の問題のね、ラストの答え書き間違ったんですよ。で、それまずご指摘いただいた方、本当にありがとうございました。すごい助かりました。で、まあ、それもあったので、まあ、評価もね、結構押してもらってたんですが、もう一度取り直しております。申し訳ないんですが、よかったらこちらでお付き合いください。で、今回は問題2もやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、改めて気合入れてやっていきますって感じてますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ですね、ものすごい板書量です、これ2問と。ちょっと入るかね、微妙なとこもあるんですが、ちょっと詰め詰めでいくからね、見にくかったら全画面表示でお願いします。で、両方とも何を求めるかっていうと、初項から N 項までの和です。だからシンプルな求めたいものはね。けれど、まあ、こういうね、やめてくれっていう感じのめんどくさい感じになってるんですけど。で、問題の特徴としては、まあ、数字が組み合わせ、まあ、あっち文字だけどね、数字が2つあって、で、これも3もね、3×1 って考えると、左の数字が基本的に等差数列になってます。で、右の数字が等比数列になってる。等差かける等比ってよく言うんですけど、だから3、5、7、9っていうのは2ずつ増えてるから等差でしょ。1、2、まあ、2の1乗って書いてあるね。2の1乗、2の2乗、2の3乗ってなってると、まあ、2ずつかけてるから等比数列になってると。で、このタイプの解き方はですね、もうどうやるかっていうと、まずこの和を SN っておきます。で、その SN って置くってやつもちょっと書かないで言っちゃいますけど、省略しちゃうけどごめんね。なので、まず SN です。で、これを並べていきます。で、まあ3って書いておくか。まあ 3×1 にしとこうかな、一応ね。プラス。で、これは個人的な書き方なんですけど、この問題、3、2で書くようにしていて、どういうことかっていうと、最初の3つと後ろの2つを書きます。俺はよく。もっと少なくても本当はいいんですけど、まあ慣れるまではってとこかな。で、途中、点点点が挟まって、後ろから2番目で一番後ろときます。ちょっとね、一番後ろからやった方がミスが減るんで、こっち行くよ。で、一番後ろっていうのは N 項目なので、一般項を求めれば OK です。それがね、N 項目になってますんで。だから、3、5、7、9、左側の数字は初項3で2ずつ増えてる等差でしょ。で、一般項の出し方は2ずつ増えてるんだったら、もう 2N なんです。で、初項3にするためには、N に1を入れた時に3になんなきゃいけない。でもこれじゃ2にしかならないから、よっしゃ、1足したるで。ってことで、こうやれば、これ等差数列の一般項、超簡単な出し方です。2ずつ増えてるんで、あと初項を一致させるっていうね。ただちゃんとした覚え方もやっといてね、公式のやつもね。で、右は1、2、2の2乗、まあ、初項1で、交差、ごめん、交比だ。が2の等比数列なので初項1だからちょっと無視して R の N-1 乗とこうなります。で、その1個前なんですけど、1個前は N-1 項目なので、まあこの N のとこに N-1 入れてもいいし、もしくは2ずつ増えてるって分かってるから、じゃあ2減らせばいいじゃんか。で、こっから2引いてあげれば、ちょっとごめん、ちょっと待って、 2N-1 って分かるからこれでも OK で、右は2の N-1 乗より1個少なくなるだけだから N-2 乗で OK だよねっていう、これが SN で、この後何するかっていうと、今等比数列右の方が2ずつかけてるでしょ。2ずつかけてるからこの SN に2をかけます。で、それを下に書く、つまり 2SN になる。そしたら右側も全部2をかけるんだよ。全部にかけるんですけど、かけたら1個ずらしてください。右に1個ずらす。これ 3×1、 まあ右の1にかけるんですけど、基本的にはだから 3×2 になるんで、こうなる。 5×2 にかけると、右にかければこっちは変わんないんだけど、
2の2乗になります。まあ見てわかるように右側を揃えたいの、全部こうやって。これ後々ね、生きてくるから、これが。で、中間ちょっと無視します。この7とかも書かなくていいです、無理にね。で、ここは書きません、個人的には。ちょっと無視します。必要ないんで。で、ここはこれがずれてくるので、2n-1 で、2の n-2 乗に1個、2をかけてるから、n-1 乗増えるからね。こうなる。で、忘れちゃいけないのが、ここいるからね、まだ。一つ。これにも2をかけて1個ずらしてるから、はみ出す。括弧 2n+1。で、2の n-1 乗から、1乗2、2が増えるから、n 乗になる。これで OK。で、何するか。引きます。これをね。まとめて、一気に引いてください。ゾッつってね。入ったか。入ってた。で、まず左側は SN から 2SN 引くんで、マイナス SL。で、これね、マイナス、絶対最後忘れるんで、覚えといて。意識して覚えるから、シュシュってマークつけておくといい。解くときは。で、あとは普通に下ろしていきます。これは3なんで、普通に3。で、ここポイントで、今さ、こっから、ここまでって、全部右が揃ってんだよね。2の2乗、まあ、2の3乗とかも入って、こう書いてないけど、もちろん揃ってます。で、2の n-1 乗まで揃ったと。で、左側の数字見ていくと、引き算でしょ。5-3 で2、7-5 で2、全部左側2になります。これも。ってことは、全部左側に2がくっついてるんで、2をくくり出します、前に。先にね。そうするとどうなるか。プラス、2をくくり出しました。じゃあ残ったのはって考えれば、ここは左の2を取ったんで、右の2が残ります。で、これどういうことかっていうと、ここちゃんと書くんだったら 2×2 なの、ここは。で、次は 2×2 の2乗なの、こうやってタンタンタンって。で、最後これもね、 2n+1 から 2n-1 してごらん。2残るから、ちゃんと。だから最後も2の右は揃ってるんで、こうなってる。で、こっから左の2を全部取り出してる感じ。なんか取り出すと、ここ2取り出せば2が残る。取り出すから、2の2乗が残るんです。で、どこで止まるかっていうと、取り出して、2の n-1 乗と、ここまで残ります。いいかな？今これが黒の部分です、ちょうど。で、忘れちゃいけないのが最後これ。これ引き算してるから、符号がマイナスに変わって、まあこうなります。こうね。で、次何するかっていうと、ここです。括弧の中身。これ処理します。で、どう処理するかっていうと、これ見てわかるように、2ずつ増えてる。まあかけてるからね。2ずつかけてるので、等比数列なんです。じゃあ、等比数列の和の公式を使えば OK だろうと。で、やっていくと、3でしょ？で、この2は、前の2ね。で、それに、r-1。これ公式ね。r-1 分の、初項を、括弧2の、項数乗だね。で、項数は今、1乗から n-1 乗まであるので、全部 n-1 項しかないから、n-1 乗、引く、1。こうなります。これ括弧の中身。で、これ後でどうせ使うので、先に配っちゃおう、これ。マイナス2の n 乗をここに配ると、マイナス n かける2の n+1 乗になります。でも、先に言っていくと、結局2を出します、最後。出すので、まあ、いっか、先に。今回ちょっとね、まとめられるんでまとめてしまうから、ちょっと不思議な書き方するよ。マイナス 2n に2の n 乗。まあ、これ配っただけだね、ここね。で、マイナス2の n 乗をプラス1に配ると、まあ、こうなります。で、ここまとめようか。分母は1なんで無視で OK です。で、3プラス、ここだね。2が2つ、まあ、2の2乗だよね。を2の n-1 乗に配ると、本当はこうなります。で、なんでかっていうと、もともと2の2乗でしょ？で、それに、これをかけるので、
肩の数字は足し算するのがルールだから2と n-1 足すとこうなるんですけれど、今後ろ見てわかるように2の n 乗なのね。だから2の n 乗にしといた方がまとめられるんです最後、意図的にね。つまりここから2を1個取り出します。こうやって2を1個前に出したから2の n 乗に減ると、それで書いとく。かける2の n 乗で、後ろは普通に4を配るだけなんで、マイナス4で2の n 乗をこうだね。まあ n プラス1乗でいってまとめても×にはならないと思うんですけど、ただまあこっちの方が綺麗っちゃ綺麗ですね。でまとめます。2の n 乗のところでまとめると、ここが2と1なんね。これ1と1×2 の n 乗です。こいつこれね。だから 2-1 って考えたら、またまとめて 1-、 ここの2の n 乗もくくり出すんで 2n かける2の n 乗。今こことこことここをまとめました。ここここね。で -4 とプラス3は -1 です。でね、ここまでさもうめっちゃ書いてるんで、よし、お手だって感じがするんですけど、気をつけなきゃいけないのがさっきのマイナスです。最後、SN 出したいんで、これマイナスダメなんですよ。だから、全部マイナス処理して、ここ、符号変わるからね。カッコの中も、2n-1 かける2の n 乗。後ろも、プラス1となって、これで終了になります。最後、気をつけてね、ここまで頑張ってきたのにって感じがするから。でちなみに、まあ、合ってるかどうか結構不安になるからね、解いててね。の確認としては、n に1を入れてみます。で、1を入れてみると、括弧の中1。で、2だから、2足す1って3になるんだよね。で、n を1入れた時何かっていうと、ここ足したものだから3なんだよ。初項と一致するから。で、3になってるから、あ、まあ大丈夫かなと。で、不安になったら、余裕があれば2も入れてみます。2。2を入れると、中身が3。で、2の2乗だから、試算12で13になります。で13っていうのは初項と第2項を足したものなんで、3足す5に10で13、あ、まあ、ここまでくれば合ってるだろうと。まあ、時間に余裕があればやってみてください。はい、ということで1番でした。じゃあ2番いきましょう。もう12分だね。前の動画も多分20分超えてしまったんですけど、でこっちも1足す 3x5x2 乗 7x3 乗と。でこれも x1 乗って考えると、ここ x の0乗って考えると、まあ割りやすいかな。 1× x の0乗って1だからね、結局ね。で左側が1357等差、右が x の0乗だけど最初、まあ xx2 乗なんで等比になってる。同じタイプだねごめんよ。なので同じようにやっていきます。さあ入るか、 sn で32でやるので、まあ左側3ね、書いていくと1ちょっと詰めますね今回、プラス 3x プラス 5x2 乗点点点で、一番後ろからのが分かりやすいので後ろからいきます。まず一番最後は一般項でいいから2ずつ増えてる、1357だから 2n です。で初項1にしたいんで、 2n だったらマイナス1しとけば、1を入れた時に1になるから OK、 一般項ゲットとなります。で、次の問題が、今度は初項1ですね。で、項比が x だから、x の n-1 乗と、これで OK です。いいかな？で、今回は、こっちはね、2をかけてましたけど、あっち x かけてるんで、x かけます、ちゃんと。だから、ちょっとずれちゃったね。xsn となる。で、かけてずらすから、ここ x。でここが 3x2 乗です。これにかけたらね、 3x2 乗と。で飛ばして、ここ書かない、あ忘れた、ごめん忘れてた。2n-1 から2を減らせばいいから、 2n-3 で x の1個減るから n-2 乗ですね。ごめんごめん。でここ無視します、ずれてきます。 2n-3 と x の n-1 乗、これは
n-2 乗に x かけてるからね、 xn-1 乗に増えると。で、忘れちゃいけないのが、こいつもずらす、はみ出る分が出てくるから 2n-1 で x の n 乗になります。入ったかな。あ、 OK です。でもって引きます、こうやってね。で、今回ここは1引く x になるんで、くくり出します。1引く xsn としておいてください。これだけでもちょっと嫌な予感するけどね、ちょっとな。で、最初1はそのままで OK です。で、次からここからここまでまとめます。で、今回も左側の数字は3引く1なんで2、5引く3で2になります。これね、つまり2をくくり出すことができる。で、2をくくり出した前提で考えると、2カッコ何が残るかって xx2 乗って残るんで、足す足すで、どこで止まるかっていうと n-1 乗まで、ここまでくくることができる。これが黒の部分ね。またで、忘れちゃいけないのがあいつ、これはマイナスがねかかってしまうので符号が変わります。で、 x の n 乗と。はい、まあこれあれかな、あとでねちょっと面倒くさくなるんで、中に符号変えちゃうか。先にここプラスに変えて、ちょっとマイナス中に入れちゃう感じね。こうしとこうか。いや、どっちでもいいんだけどね、別にね。でもって、さっきと同じここだ、先に処理しましょう。 sn イコール1プラス2書いといて、ここ公比が r なんで、まあ r じゃない x なんで、x-1 って言っても 1-x でもどっちでもいいんですけど、公式使った時にここに 1-x がいるので、 1-x にした方が都合がいいです。楽はできます。だから 1-r の方で行って、初項 x だから x かっこ 1-x の項数はまた1から n-1 までしかないんで、全部 n-1 これ閉じる。これがかっこの部分で、あとは後ろはそのまま書いておきましょう。はい。で、今回、さっきに消えたんですけど、あ、分も消えたんですけど、消えないんですよ。だから、1-x で通分します、ここ。右側全部。ただね、これがしんどいんだよね、ここね、今回。で、ちょっとね、お前左にずらすよ。いきます。こんなにかかるか分かんないけどね。分母 1-x で通分すると、まずここです。これも通分したら 1-x になるんです、そのまんま。だからこう 1-x 分の 1-x はもちろん約分すれば1に戻るからね。で、次です。ここもと分母あるから 2x を中身に配るって考えるとプラス 2x です。で、次がマイナス 2x が1個増えるので n 乗に変わります。これ配っただけ。で、最後なんだよね。ここがめんどくさい。これ、1-x 書けなきゃいけないんで、どういう状態かっていうと、これに書けて、しかも xn 乗がいる感じ。で、まあ、これは地道だけど、まずここ展開する。で、すると、1でしょ。マイナス x、マイナス 2n、プラス、2nx の xn 乗ですね。で、展開してから xn 乗を配るって考えたら分かりやすい、きっと。で、配れば xn 乗ここね。で、ここに配ると x が1個増えるんで n プラス1乗で、ここはマイナス 2nx の n 乗で、最後またこれも x が1個増えるんでプラス 2n x の n プラス1乗と、こうなります。で、結局ね、これどうするかっていうと、両辺 1-x で割ります。これは x が not イコール1じゃないって決まってるから、これ絶対1じゃ、あと0になんないんだよ。だから割ることができるので、先にやっちゃおうか。割ったらここが2乗になるだけです。今回ここは楽、すごく両辺割っただけだからね。で、分子まとめます。はい。で、分子をまとめていくと、これ一発でいけるかな。
どこのパークか分かんないけど、ちょっといいかな。OKOK。じゃあ、N プラス1乗化だよね。こことここ、まとめると、2N マイナス1の X の N プラス1乗、ここです。こことここ取りました。いや、切んない方がいいね。見ることが分かりにくいんだよね。で、次が N 乗だから、こことこことここですね。普通にやると、こうくっつくんで、マイナス2とプラス1だから、マイナス1になるんだよ、ここ。で、マイナス1とマイナス 2N になってるから、マイナスでくくり出すか。マイナス 2N プラス1です。の XN 乗。もう一回言うよ。マイナス1。マイナス 2N なんで、マイナスくくり出しました、こうやって。こういう感じ。で、残ってるのが、あと、2X とマイナス X だから、プラス X。合ってっか？で、1、これはもうこれだけか。で、プラス1か。プラス1と。これで、終了という風になります。ごめんね、声がね。前回ここでもちょっとね、プラス1って書いてしまって間違ってしまったんですけど、今回は確認しよう。これで、大丈夫です。はい、という感じになります。まあ、どっちの問題も共通してやってることは同じです。SN って置いて、等比数列の方、こっちは2だったら2、こっちは X、それは公比なんで、それをかけてずらすと。あとは、ちょっとかなり地道な作業になりますけど、逆に言えば、地道な作業を乗り越えれば取れるんです、この問題。なので、ちょっと大変だなとか、めんどくさいって思う気持ちもあると思うんですが、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B のいろいろな数列の和丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回丸2、これね丸3まで続くのかな。で次回はちょっとまた分数が入ってるようなタイプの問題やっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ではねちょっと長くなって申し訳なかったんですが、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。